学歴、職歴を入力しましょう。小中学校は卒業のみ、高校専門学校短大大学は学部専攻まで詳しく記入しましょう。同校卒業や、などの手抜きはいけません。また、アルバイト、パートでの勤務も職歴に記入します。株式会社、有限会社などの手抜きはいけません。 全て書き終わったら、最終行は以上で締めましょう。転職の場合は、職務経歴書を必ず用意しましょう。